行きます。よし、こちら数多くの水立ちです。さっき持ってたのがこちら2つ、そして今俺が3つほど仕入れてきました。というわけで何をするかと言いますと、利き水大会をします。はい、イエーイ。まあ何を言いたいかと言いますと、水を当てる、まあ間違いなく俺は無理だと思っている。そしてまあなんどれがどの水かをまず言おう。これが A 公園の水としましょう。公園の蛇口が水です。これが B 公園の蛇口が水と言いましょう。そしてみんなご存知アルプスの天然水、そしてみんなが知らないバナジウム天然水、そして富士の美味しい水、なぜか富士山の水が2つ入っているという、1つアルプスと2つ蛇口という、富士山アルプス蛇口っていう、このオリエンテーションが行われています。これを B を入れて当てるっていう回です。まあ、なぜ B を入れるかというと、こちらが汲んでくるにあたって水の量が少なかったために用意でバレてしまうという、カンパされてしまうという節があるので、同じ量を入れなければならないので、ねえ少なく入れるっていうねことですね。星には諸事情によるグロッキーなので俺がやります。頑張ります。はい、じゃあ星には入れてもらうか。はいよ、全部1回ずつ飲もう。じゃあ頼むよ、カメラを。 A 公園の水ね、これいいか。ちょっと臭みがあるな、公園の水だから。うん、違うな、公園の水2つ違うぞ、まさか。こっちうざったらしい味するな。こいつさ、なんか冷たさで分かりそうな気がするんだけど、こいつだけ。うまいうまいわ、蛇口の水と違うわ、比べてみると。いざとなって当てれねえんだよな、でもこれ。富士山麓のバナジウム天然水。ここが分かんない、冷たさが同じだったら分かんない、ここが。いや、天然水はやっぱあれなのか、分からないのか。天然水だって場所によって硬さが違う。日本だから大して変わんねえだろ。はい、はーい。ああ、まず蛇口か蛇口じゃないかをカンパして、こことこの2つの違いは分かるわ、なんとなく。いざだと分かんないかもしんないけどね。やってみましょう。そうね、やろう。はーい。じゃああれね、星野、これさ、こんぐらいの量で。あ、分かった。でちょっと欲しいって言ったら、これの半分ぐらいちょうだい。では、吉野くんは後ろ向いてます。 A 公園の水、B 公園の水、南アルプス、富士山麓、富士山の美味しい水。はい、じゃあちょっと、まあちょっと一回持ってて、じゃあ、あ、それ見せた方がいい。そう、あ、見せた方がいい。あの、前と一緒。じゃあ、俺見てないからね、今。あ、何しようかな。公園系から詰めていこうかな。
分かった分かった、星野。じゃあ一回さ、全部キャップとさ、あとさ、缶もさ、蓋さ、開けといて。分かった。そっちの方が多分、癖がないでしょ。うん。あ、じゃあその間ちょっと持ってて。え、いいよ。じゃあ、その間星、俺取ってるわ。じゃあこれでいきましょう。これで、OK。じゃあまずは、これからいこう。ちょっと多かったかな。じゃあ、はい、オッケー。もう向いていいのもんね。いいよ。そっか、俺これ見ながら当てるか。じゃあそうです。さすがにね、そこまでは。蛇口じゃねえ。蛇口じゃない。缶、バナジウム。おお、当てれた。正解。やっぱり。ああ、よし、続いていきましょう。地味にすごくね、今の。びっくりした。これ迷ったけど、これ。ああ、じゃあ続いていきましょう。いや、コーラよりむずい、やっぱりこっちの方が。これかな。むずい、これ。こっち行こうかな。思ったよりハードだ。よし、これ行こう。一応じゃあ飲むまでは目つぶっとこうかな。うん、飲んだ瞬間に開けよう。あんま水がないような気がする。はい、どうぞ。アルプスじゃない。アルプスじゃない。缶。これ正解。すごくない？すごくない俺。やりますね。おい、俺やるぜ。これ水ソムリエになれるぜ。これさすがにこう来たか。でこう、え、同じのは来ない。同じのは来ない。うん、来ない。あ、でも入れてもいいよ。なんかそうすると絞られてきちゃうかなと思って。あ、分かった。じゃあ同じのも入れるわ。同じのも入れて。じゃあとりあえずこれいこう。はい、はい、ちょっと今切れたんでね。うん、はい、これ続きからです。続き、さっき星野入れたばっか。アルプス、ファイナルアンサー。うん、違うの。マジで公園のミスでした。マジで。マジで。ああ、これそうだ。くそ、2杯目飲んどけばよかった。残念でした。一発目臭み来なかった。あ、来なかった。うん、さっき続けざまに飲んでたじゃん。だからさ、水認識しかなかった。一回避難したことによって。残念。くそ、外した。ついに外した。じゃあそろそろね、今のも当ててんだよね。当てて、本数が多いからね、今のがまだ。そう、今の通行ニュースだったよ。これ行きましょう。蛇口の水冷てぇなって。びっくりこいた。蛇口の水冷たくて。はい、じゃあこれです。目つぶってグビッといきましょう。ドクペ飲んでねえよ。え、なんで、なんで分かんない。私が見てもないし、飲んでもない。シワはどうした。匂い。杏仁豆腐。まあ飲んどけ。一番イラつくのはコーラの、キキコーラ大会の時はこいつはただの、あの
まあ、毒ピじゃねえかって訳しかならないんだけど、水の場合は一切リセットされるのがすごい重たい。味リセットがすごい重たい。口の中ただの毒ペとかすのが一番嫌だこれ。ちょっとね、これ毒ペっぽくなっちゃうからこのコップ使うのやめよう。出そうか。じゃあそろそろ本気出すよもう。うん、毒ペでねネタとして使ったからね。あと3回ぐらい言っとく。ちょっと星野、その前にさ、1回だけさ、やらせてほしいことがある。何？不正じゃない、不正じゃないから。1回このアルプス飲ましてさ、毒ペを着させて。あ、いいよ。うがいさせて、うがい。まあ、アルプスが一番多いからね。じゃあそちらを使わせていただきましょう。 OK です、 OK です。ちょっと続いて。これ大事、大事やん、これ。だって似てんだもん。じゃあ続いてどうしようかな。毒ペバレたからな。でも今のところね、3勝してますからね、こちら毒ペも合わせたら。なんで毎回毒ペいいんだよ。なんで毒ペ。毒ペは毒ペで。なんでさ、キキコーラ大会の時、キキ系の時はドクペ必ずいてさ、でさ、あれチロルの時はさ、毎回と違うのいいんで。これ絶対バレない、絶対わかんない。混ぜたとかじゃねえよな。どうだろうね。絶対混ぜたろ、お前その顔は。いや、混ぜてないよ、でも混ぜてないかもしんないよ。混ぜたかもしんないよ、でも、うん、いや、混ざってるでしょ、これ。じゃあ、じゃあ何？いや、周り何か分かんねえよ、だって水だよ、これ。考えて、よく考えて、水だよ。コーラじゃねえからね、水だからね。当てたらね、賞金10円ぐらい出すよ。いや、ちょ、絶対当てれねえ、これ。混ざった時点だって、新たな水が生まれてるやんけ。思わない？まあ、一回、じゃあヒント、二つしか混ぜてない。お前混ぜたんじゃねえか、やっぱり。てか、逆に混ぜたって当てれねえ時点ですげえと思うんだけど。だって俺、バレてねえっつったもん。バレねえっつったもん。わかりやすく言っといたじゃん、だから。じゃあ何を混ぜた？公園の水どっちかの混ぜたでしょ。ん？公園の水どっちか混ぜたでしょ。どうだろうね、そこは言えないな、さすがに。うん、それ言っちゃうとちょっと、ね、答えになっちゃう。いや、絶対わかんねえな、適当に言おう。ああ、これとこれ一つあって、やっぱりやっぱそれか。ああ、ぬるさがね、どれだろうなと思って。いや、最初ね、アルプスだけで行こうかなと思ったんだよ。まずだろうと思って、こっちまず。いや、アルプスは、多分アルプスでいるなと思ったよ、味に。じゃあ、ラストとか。いいよ、最後っす。地味に思ったんだけどさ、さっきさ、マジオがさ、わかんねえよって言ったさ、前にさ、これ混ぜたろって言ったよね。当てたよね、絶対。図星でした。これでさ、でもさ、水と水混ぜたんだったらまださ、いいけどさ、毒ペンの何混ぜたんだかでさ、地獄絵図でね。それは地獄絵図。どうしよっかな。考えたって分かんなくなってくるな。最初は全部 C しか分かるけど、はい、ラストっす。これあれ混ざってない？そこは言わない。なんでだよ、それ意味ねえじゃん。なんか一つ入れろよ。絶対当てれねえもん、二つ混ざったら。じゃあちゃんと言うよ、うん、混ぜてない、それは。あ、でしょ。しつこいもん、全部混ぜん、一つ二つ混ぜんのは。だってそうでもしないと当てられちゃうんだもん。
いや結構時間で分かんなくなってくる。最初は全部一つずつ飲んだから 2,3 回目ぐらいまで当てれるけど、一回毒ピ挟んでるし、一回動画消えてるし。だってしょ、だってお前の正解率高えんだもん、本当に正答率高えんだもん。もうこうやるしかないでしょこれ。正解やっぱり、ほらほら当てちゃう。いやだからさ、それ俺チート作ったわけじゃないから、多分俺がすげえだけじゃん。いやだから混ぜるしかないじゃんっつってんの俺は。別にチート使ってるとは一言も言ってねえよ。これそんな飲まないかいけんじゃね、欲しいよ。でも違う、これ水分を今取りたくないの。ベロつけるだけじゃん、ベロつけるだけで。俺絶対外すよ。いや大丈夫、意外と当てれるもんだこれは。あ、じゃ、いや欲しいよ。あ、一回飲まなきゃダメなの。いや、わかんないでしょ。噛んでいくの、これかなーって。無理やろ。俺噛んでいく人なんだよ。結構それ味わってんの。分かってんのそれ、違い。でも公園に行くとき結構違うよ、そこ感全然違う。分かった。分かんね。じゃあ入れるよ。これいきます。あ、どうぞ。いいよ、後ろ向いても選べないもんね。あとそこでいこう。うん、A、違う、バナジウム。これで、はい、ちょっと少なめっぽいから、少なかったら言ってほしいけどね。んアルプス B。 はい、美味しい水。当たり。やばい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 。いいですいいです。使えた。あ、ちょっと。いや大丈夫。大丈夫だぞ。すごい勢いコップまみれになって、新しいコップ出そう。ほら。コップ一個死んだ、ゴキブリみたいな死に方したんだ。最終ね。なんで当たった？え、一番難しいと思ったんだけど。シュワワー言った。シュワワー言った。どうだった？これ逆になんか俺が超能力のように水当てれるのがすごいんじゃない？毒ペ含めたら一応5割、俺は。こいつのせいな。毒ペのせいだよ。毒ペのせいでね、戦争率上がってる。うん、じゃなかったら3割、3割です。水だったら安いからさ、今度さ、10パターンぐらいやってみたいんだけど、これ。やるか。うん。ミネラルウォーター10種類、公園の水5種類みたいな、頂上決戦で。お互いにさ、一回飲んだらさ、相手のターンになってさ、最終的にこのポイント数によって。ねえ。ねえ。いいね。いいですね。聞き水むずい。コーラと比にならない。えっくい。えっくい。でも俺、よく考えたら、あれ、聞きコーラよりも背通り高いぞ、聞き水の。謎に高いぞ、聞き水の方が。はい、今日次回もあるかもよ。聞き水が、聞き水があるの。聞き水ちょっと歌ってからにしようぜ。飽きるぜ、聞き水ばっかは。